ねねえねえ、お嬢さんこんばんは急に来ちゃってごめんねあえっとそんなに驚く手からカッター取り落とすなんて危ないじゃんもしそれが足に刺さったりでもしたらどうするの不意に切ったらきっと痛いよ今みたいに意識して切ってたら 痛くないのかもしれないけど、うん、どうしてそんなに怯えるの <laughs> それもそうか突然僕みたいにかっこいいと可愛い,いを兼ね備えた全身黒い服のイケメン男が背後に立ってたら驚くのも無理はないよねうんん そんなじっと見られても <laughs> イケメンのくだりは冗談だから突っ込んで欲しかったんだけど <laughs> いやイケメンだよっていやそのフォローありがとねて <laughs> いうかさっきまで怯えてたのに君状況を受け入れるの早いねもしかして前に会ったことある うん、そうだよねはじめましてだよねえー、っとそうだ安心してほしいんだ突然来ちゃったけど僕は君に害を与えに来たわけじゃないから僕がここに来た目的はねあ近づかないでってそこはちゃんと拒否するんだねあ,あ あ、こーら、カッター向けないでよ。人に向かって刃物向けるなんていけないよ。まあ、僕は人じゃないんだけどね。うん。怖いなら、刃物持っててもいいよ。僕、別に切られても刺されても死なないから。うん、そうしな。カッター持って襲ってきても。 帰り討ちで君が死んじゃう確率の方が高いから、手から離して、その辺に置いときな。<laughs> あ、僕ああ、ごめん。名乗ってなかったね。初めまして。僕は人間の血液を探し求めるヴァンパイアです。そう、生きた人間の血が大好物。 んああどうやって入ってきたのかって人間が作った壁なんて僕にはないのと同じだよそんでさ君のところへ来た理由はもう想像ができたかもしれないけどここら辺で生きた血の匂いがしたから <laughs> うんやっぱり見れば見るほど 鮮度が高くて濃厚でとってもおいしそうな血が目の前にあるそう君の手首のことだよ <laughs> こんなにおいしそうなものを目にしてこれ以上我慢なんてできないよあ ああ、待って逃げないで痛いことはしないからああ一瞬ちょっとだけ痛いかもしれないけど <laughs> 捕まえただ大丈夫じっとしててね <laughs> 君のそのおいしそうな血 どうしたのなんか変な顔になってるよああ <laughs> もしかしてくすぐったいの誰かに舐められることなんてそうないもんねしかも切ったばかりの傷口をでももうちょっと我慢しててねすぐ慣れるはずだから。 そそろそろ中止まってきた <laughs> ごちそうさまでしたとってもおいしかったよ、うん、なんかピンクのほっぺでポケーっとした顔してるけど <laughs> そんなに血舐なめられて座れるのよかったそう不思議な感覚ね でも悪い気はしないってことうんうん。ねえじゃあさ切るのとなめて吸われるのどっちが気持ちよかった言えないうん、うん、まあいいや君の顔見てなんとなく想像できた。 ああ、そういえばどうして君は自分の手首を切ってわざわざ血を出してたのまさか君自身が自分の血を吸うわけじゃないでしょうんうんえそうなの自分の血見るの好きなんだ 生きてる実感ね確かに生きてる人間が皮膚を切ったら血が出るねそれを逆に言うとつまり血が出るってことは生きてるってことになるけどうーんうん君はなかなか珍しい方法で生きてる実感を得るんだねああいや まあいいいんじゃないかなか僕はただのヴァンパイアだから人間の心のことはよく知らないし君がそれを好きでやってるなら僕は否定しないよけどもっといい方法があると思うんだよね君は自分で流れる血を自分で見なければダメなのかな 体に血が流れてるって分かるってだけじゃダメかなうん一つ提案があるんだこうやってはっ 「僕が吸うっていうのはどうかな僕が大好きなのは生きてる人間の新鮮な血これじゃ君は生きてるって感じられないかなあ,あ心配はいらないよ君の血を吸い尽くすことはないから。 そんなことしたら君が死んじゃうからね人間の血は死んじゃったらまずくなる <laughs> だから献血感覚で僕に血を分けてほしいんだあっあっおねえ、ちょっとボーっとしてるけどおーい大丈夫 あーよかった意識戻ってきたあうんそう君の血が欲しくなった時僕はここに来て君の血をちょこっともらう嫌だったら拒否してくれて構わないけど君が流す血そのままきっとティッシュで拭って捨てられちゃうんでしょ それだったら捨てられちゃうもの有効利用した方が効率的じゃないうん、いいの <laughs> やった。嫌がられるかと思った。<laughs> それじゃまたいつか君の血をもらいに来るとするよ。今日はありがとね。<laughs> さてそろそろ夜明けの時間にもなるし、<laughs> おいともしようかな。 <laughs> そんな寂しそうな顔しないでくださいなまた会えるよ心の中で願ってればきっと君の体にその真っ赤な血が流れてる限りはね最後まで聞いてくれてありがとう次の動画はあ、こういうのとかどうえへへ 気に入ってもらえると嬉しいな。チャンネル登録や高評価、コメントも待ってるね。